12月25日、アイドルグループのシャープババババンビがシングル CD、七人七色、12月22日発売のリリースイベントを都内で開催。イベントに先駆けて、メンバーの岸美優、水港美緒、吉沢茜、高梨瑠衣、池田メルダ、近藤彩子、宇崎が囲み取材を行った。クリスマスということで、メンバーはサンタの衣装で登場。クリスマスの思い出を聞かれ、宇崎は、小学校の低学年の時、サンタさんの素顔を見たいと思って、兄と妹と協力して、家に3台の監視カメラを用意したんです。寝る前にカメラの電源を入れて、朝ルンルンで見に行ったら、夜中にカメラの電源が入ってなくて、明け方の時間だけしか映像が残ってませんでした。でも、サンタさんからメッセージカードがあって、いつもいい子にしてるんだよ、って書かれていて、それが一番のクリスマスプレゼントでした、と幼い頃の思い出を明かした。すると、岸も、私もクリスマスの夜に、サンタが本当にいるのか実験、ポートを外しようと思って、お手紙とクッキーを置いておいたんです。次の日にクッキーがなくなっていたらサンタさんが食べたってことで、残ってたらサンタさんはいないってことにしようって。次の朝、クッキーがなくなっていて、私たち宛てのお手紙がありましたと同じような体験をしたことを話した。私もサンタさんにクッキーを作りました、という水港。サンタさんにはハート型のクッキーを、お父さんとお母さんには顔の形のクッキーを置いておいたんです。サンタさんとお母さんは食べてくれたんですけど、お父さんだけ食べてくれてなくて、未だに根に持ってます。お父さん、食べてくんないからって今もずっと言ってますね、わら、と話して、他のメンバーたちも大爆笑。最後は、2022年の目標について聞かれた高梨が、雑誌のお仕事もよくさせていただくんですけど、今年はメンバーの水港美緒が個人表紙を飾らせていただきました。2022年はシャープババババンビ、個人としてもたくさんメディアに出させていただけるような一年にしていきたいです、と、グループとしても個人としてもさらに活躍することを誓った。